もしユーチューバーをやっていなかったら、やってみたかった仕事はありますかこれはね、まぁ、あ、YouTuber をやっていなかったらっていうより、子供の頃に憧れてた職業としては、アナウンサーですね。スポーツ実況とかやるアナウンサーに憧れてた実況はありました。はい、どうも、こんにちは、くれです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回は、OB 大地乱戦選手の6手提をやっていきたいと思います。 はい。ということで、ここまでの OB 大ちゃんのね、動画、まだ見てない動画あれば是非、ね、ぜひね、こちらから見ていただきたいなと思います。ね、まあ今回に関しては、昨日の動画でも言っている通り、累計でね、1枚無料で、えー、誰でも獲得することができるという内容になっています。ので、まあその累計でね、えー、この OB 手に入れるって人はほとんどだと思いますし、また今回ラインナップもいいということで、もうすでにガチャを引いた人も多いんじゃないかなと思います。で、この OB に関しては、強い能力を持っているっていう特徴がある一方で、限界突破が厳しいっていう側面もね、えーもちろん 持っているとまあ、長くやってる人だとね、軽承で済んだりとか、過去の A ランク使えたりっていうのがあると思うんですけど、なかなかね、最近始めたよって人とか、あとは今回も多いですけど、初登場の OB 選手とかもいたりしてね、まあ、なかなか限界突破厳しかったりっていう側面もあるので、そんな中で、まあ、この選手たちには限界突破コーチを使うべきなのかどうかとか、っていう解説もね、それぞれの選手の中でしていこうかなと思います。ので、まあ、ぜひね、当たったけど育成どうしようか迷ってるとか、またそもそもまだガチャ引くか迷ってるとか、ランキング走ってはいるものの誰を取ろうか悩んでる。 とかっていう人もね、えー、ぜひ参考になれば嬉しいなというふうに思います。ということで、ね、動画本編に入る前にぜひ毎回この評価動画参考にしているためになっているよっていう人はぜひもう一回お願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速本編入っていきましょう。どうぞ。 さあ、ということで、まずは阪神金本さんですね。はい、こちら評価特営とさせてもらいました。まあ、ここは文句なしにリーグも特営、リアタイムも特営という評価ですね。今回ここに関してはやっぱ一番大きなところとして査定変更が入りましたよということで、まあ、主に守備の能力と特殊能力でガラッと能力が変わったっていうところにはなっているんですけれども、ただ変わったとはいえど、めちゃくちゃ大きく性能が変わる変更かって言われるとそうではなくて、確かに守備のね、部分ちょっと痛い修正が入ってたり、する部分 まあでも大きく性能を変えてしまう変更ではないということでまあ継承に関してはね僕これ好みでいいかなと思いますまあ元のバージョンにねまた今後戻る可能性も全然あるかなっていうのは思うし今後ずっとこれになるっていうわけでもないとは思うので結局ね過去のバージョンを持っていたとしても、まあ、2個同時に使うことはできないわけなのでまあスピリッツを取るのかまあ過去の性能を取るのかまあこの好みになってくるのかなとは思いますでも当然スピリ解法もねコストがかかる 部分にはなるのでまあ、引けなければスピー解放っていう選択肢も全然ありだと思うんですけどせっかく当たったんであれば全然継承しちゃってもいいのかなっていう気はしますね僕は現状、えー、継承するつもりでいます続いて広島山本浩二さんですねはいこちら評価時計とさせてもらいましたこちらも文句なしにリーグリアタイともに時計という評価になってますでポイント解説でも言ってるんですけどやっぱり大きなポイントとしては今回パワー比が強化されたっていうところでもともと性能として普通に強いんですけど、まあ、やっぱり攻角が出なかったと 辛いよねっていうのがあったんですけどまあそこは解消されたかなとでパワーの数値もね85にデフォルトからあるっていうことで称号、まあ、で最高88までいけるし特殊能力もねパワー上げる系の効果を、えー、全部持ってましたのでまあ、当然強いよねっていう、えー、ところですねでこの山本浩二さん一番の強みはやっぱりレフトなんですよねまあ、パッと目で言うとセンターの守備特殊で A いけるっていうところが魅力に映るかなとも思うんですけどただ替えが効かない他にない強みっていう部分で言うとセンター あの守備 A の選手は他にもいるんですよねパワー飛行角で見てもまマ、あ、ル選手とかもいるしなんですけどレフトの守備 B いけてパワー飛行角の選手っていうのはまあ、他にいないんですよっていうのがやっぱり最大の強みかなという風うには思いましたので、まあ、山本浩二さんを使うんであればやっぱり極めにしたいよね,ね極めにした上でなんとか特殊もサブポジ1を上げるまではやっていきたいっていうのがマイ、まあ、個目標というか、まあ、理想という形にはなるかなと思いますまあ、特殊ができないよっていう人もねなんとか限界突破3回 狙いたいいいたでででででですすすねね回できればレレトト置けるんののの C でもも、ね、中はは全然高適にななりりままそううやって使うのもありかなとは思います続いて、ベイスターズ、ブラッグス選手ですね。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。ここはリーグは特 A 評価、リアタイは A 評価という形ですね。ここもね、ステータス非常に良くて、ミパ A で他に乗ってて、ライトも守備 B っていうところでは、まあ、この時点でね、無評価、トータルの評価も特 A でいいぐらいのラインかなっていうのはあるんですけど、今回リアタイを A 評価にしたのは、まあ12 球団っていううところでもそうだし実は、純正で見ても、やっぱりベイスタードの純正のガイアって非常に激戦区で、なかなかね、このブラックス選手、まあ、僕も持ってるんですけど、過去のバージョン。正直、ガチオーダーで使うかって言われると、微妙なラインなんですよね。はっきり言って僕は使ってなかったです。最新スピリッツとから、スピリッツが高い状態でも。でわざわざスピーイ解放したけど、結局オーダーから外したぐらい。まあ、守備適正でね、美しいラインナップを作りたいっていうのであれば、このブラックス必要になるんですけど、まあでも、よほど突き詰めない限りは、まあ 正直そんなに必要なななないいかかっていうところかななんでまあどちらかというとこのブラックス選手に関してはまあライトがね他にいなければえ即戦力になると思うんですけどまあライトはねいろんな選手いっぱいいますし、まあ、優先度っていうところでそこまで高くないかなとは思います続いて巨人王さんですはいこちら評価時計とさせてもらいましたここは文句なしですねまあ強いてあげるならばやっぱり特殊能力の部分がまあもうちょっと強ければなっていうのはあるんですけどでも王さんの魅力ってねなんといってもやっぱりこの元の数値なんです ですよねこれがやっぱり一番高いこのゲームにおいて玄関強最高値の89をついているっていうところで広角がなかったとしてもステータスが強いよねっていうのが、まあ、一番の魅力ですよねでそれでいて守備の部分もファースト守備 B がいけるっていう強みを持っているのでここはね考え方次第でどう位置づけをつけるか、まあ、広角を持ってる選手こそ正義って考え方でいくと、まあ、王さんなかなかオーダーに入らなかったりっていうのはあると思うんですけどステータスであったり、まあ、打感っていうところで考えると、まあ、この王さんは当然こういう評価になる かなと思います。 続いてヤクルト、金田さんですね。はい、こちらは評価、特営とさせてもらいました。ここはリーグは特営評価、リアタイは A 評価っていう感じなんですけれども、まあ、正直リアタイの部分から話すと、まあ、強いとは思います。弱くはない。なんですけど、まあ、比較的見分けはね、あの、外小バさんほどの見分けづらさみたいなところはないし、まあ、慣れてきちゃうと打てるんですよね。なんでまあ、相手次第かなっていうところで A 評価にはなってます。で、リーグに関しては、中継ぎにね、えー、この能力を持っておけるっていうのがやっぱり 一番の魅力というところで、限界突破コーチに関してはね、悩ましいラインかなとも正直思うんですけど、リアタイだけのためを考えて使うのは正直なしかな。まあ、限界突破ゼロでも中継ぎに置けるし、まあ、そこまで必須級ではないので、なんで、まあ、限界突破コーチを使うかどうかを考えるラインとしては、リーグでまだ使いたいかどうかっていうのは一個ポイントに上がってくるかなと思いますし、その上でリアタイでも使えたらいいなっていうぐらいの考え方であれば、トスコーチ使う価値もありかなとは思います。リアタイしかやらないよって人はちょっともったいない 続いて、えー、中日操作選手ですね。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。ここはリーグは B プラス評価、リアタイは特 A 評価というね、ちょっと偏った評価になっています。今回ここ初登場ということでね、ちょっと限界突破は難しいんですけど、まあ能力的にはこんな感じで、2スプに、えー、超大ピンチ20丸。どうしてもこれね、ちょっと持ち玉的に2スプ頼みになっちゃうかなっていう気はするんですけど、まあ当然中継ぎが手薄だったら即戦力になるかなと思います。ただ限界突破コーチ使うべきかっていうと、ちょっと悩ましいかなと思ってて、 ま例えば今一時的に極めにしたとしてもそこからまたじゃあスピー解放するためにもまこの操作って毎年出るようなタイプの選手ではないと思うのでじゃあこれから限界突破コーチを使ってスピー解放していきますかって言われるとちょっとコスパ悪いかなとも思っちゃうんですよねなので12球団オーダーの人はまそこまで突コーチとかは使わなくてもいいかなとは思いますただ逆に純正の人はスピー解放する選手とかもねある程度絞られる部分もあるのでこの操作は1枚持ってるかどうかで本当に多分選手層っていうところで 大きく変わると思うんで当然ドッツコーチ使う価値は大いにあるかなと思います続いてオリックスブーマー選手ですねはいこちら評価時計とさせてもらいましたここはまずリーグにおいてもねミパー同値の84っていう数値でエランドオーマーアーティストファーサーシ守備はちょっとねめっちゃ高いってわけじゃないですけどまあでも十分に守れる数値なんでまあリーグリアタイともにねやっぱり総合力は高いかなというふうには思いますだしデフォから同値でいてくれるのでまあこれ長くね本当にオーダーに入り続けられる生活も高いですしそういう選手 かなと思います。リアターに関してはまあ、右打者が好きっていう前提にまずなってくるかな。で、まあ広角もないのはどうなのかっていうところなんですけど、ここもやっぱりステータスの部分と。あとは性能ホームとの相性みたいなところがまあ、やっぱりあるかな。まあ、なんといっても、このブーマー打席の中での威圧感がね。他の打者とちょっとレベルが違うんだよね。なんでまあここを多分打ちやすいと感じる人はね。やっぱ多いかなと思うので、ここは使ってみての。相性次第で限界突破コースとか考えてもいいかなでもリーグ。でも 使使ええるるっていいいうう前提で考とと全然大いに使う価値はありかなと思います続いてロッテボルシンガー選手であ、ここはね、あの、過去登場していたバージョンからやっぱ真っらの仕様が変わっちゃったっていうのがやっぱ厳しいとこにはなるかな。なんでまあそこを踏まえるとちょっと純正オーダーで考えてもローテーション到落線上かなっていうラインだと思います。まあ、もちろん揃ってなかったりとかスピリッツっていうところを考えると現時点では優位に立てるかなとは思うんですけど、なんか 長いいい目ででで見た時にどうううかかかなななななっていうののははは正直あるかななんでまあ12球団オーダーーダ人わわざわざ限界突破コーチ使う価値はそこまでないかな続いて、ホークス・バティスタ選手。はい、こちら評価 B プラスさせてもらいました。こちらも今回初登場の選手というところなんですけども、ちょっと正直今回出てる他のラインナップに比べると見劣りしてしまうかな。まあ普通に強いんですけどね。まあただサードというポジション、12球団オーダーで見ても、純正で見ても、まあちょっと他で買いが効いてしまうかなっていうところかな。 なので、まあ、そこまで今回、トツコーチとかは使う必要はないかなっていう感じですね。まあ、もちろんね、このバティスタ選手が好きだとか、使って使用感がいいとかね、やっぱこの固有法までもどうだろう。好み分かれそうだけどね。まあでもこんだけ癖が強い選手もなかなかもういないからね。まあ,ある意味貴重ではあるよね。続いて楽天、ミコライオ選手。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。まあ、ここはリーガ時計評価、リアタイが A 評価というね。 え、感じになっておりますけれども、やっぱ今回ね、このミコライオ選手、2ーシーム A に超タイピンがついたということで、もうそっちに目が行きがちなんですけど、実はリーグの方が、僕は評価を高く見てます。なんで、60秒評価の時は、総合的に見て、S 評価をつけているんですけど、比較的特 A に近い A 評価という形に、今回、この通常の評価動画の方ではさせてもらってます。まあもちろんこの後ね、強い中継ぎの選手が出てきたら、ちょっと優先順位というか、まあ、位置づけっていうのは落ちてくるかなと思うんですけど、現段階まだ 4700の中継ぎの強い選手っていうのはそんなに出てないのでこのミコライオ選手の価値は高いと思ってますとリアタイに関してももちろん強いかなとは思うんですがただやっぱどうしてもストレートとツーシーム頼みの配球になってしまうかなっていうところはあるのでここはやっぱり刺さるか刺さらないか相手次第になってくるかなと思いますね、まあ、絶対12球団で必須級っていうラインには入ってこないと思いますなんでまあここもタツコーチはちょっとねリーグで使う前提で初めて考えるラインかなあとは純正の人 だっったら考えててもいいいかなっていうラインですね続いて、えー、ライオンズ、佐々木誠選手です。はい、こちら、評価 A とさせてもらいました。ここ、過去ね、ホークス版で何回か出てて、初めてのセーブ版で今回出てきたと、まあ、いうところなんですけども、その前にこの佐々木さん、ちょっと写真もうちょっといいのなかったんかね。なんかガビガビだよな、改めて見ても。まあ、という話は置いといて、この佐々木誠選手の位置づけでいうと、やっぱセーブ純正の野手はね、非常に激戦区なんですよね。なんで、まあ、センターで見ても秋山選手、両秋山選手ね、秋山浩二さんもいるし、秋山、 まあ、正吾選手もいるしと、と、まあ、いうところなんですけど、で、ライトで見たら、ジジーさんがいたりとか、っていうところで、ちょっとタイプかぶりというか、してしまう部分もあるんですけど、まあ、でも左のライドラの打感が好きだよっていう人とか、自分の好みにね、この佐々木選手がハマりそうであれば、取りに行く価値は大いにあるかなと思います。なんで、まあ、ここは本当にちょっと好みでね、優先順位っていうのは、まあ、純正、ね、1個取ってみても変わってくるのかなっていう気はしてます。なので、必要的な部分では、今回3というね、評価になってるのはそのあたりですね。で、ラストが2本ハム、 レイタ選手です、ね、はい、こちら、評価 A とさせてもらいました。ここもね、初登場というところで、ちょっと限界突破はきついんですけど、ステータスとか特殊能力、普通に強いんですよね。強いんで、そこは評価されるべき部分なんですけど、ただ、純正オーダーで見てもですね、まあ、正直、替えが効いてしまう部分かなと思うんですよね。まあ、ファーストで言えば、アーティストの清宮選手、ステータスで見たらやっぱ、ストレイタ選手の方が圧倒的に強いんですけど、弾道という面で見たら、清宮選手の方が上回っていると。DH 代打っていいうところでもも、まあ、他にも強い選手 日本アームのね、メッシュではいないこともないので、まある程度ハマっちゃってると、まあ、わざわざね、そのコストをかけて、まあ、ソレイダー選手を極めようってなったら結構今回ガチャで極めるのは相当難易度高いし、ってなってきたらやっぱ突コーチだったりっていうところを考えないといけないと思うんですけど、まあ、もちろんね、オーダーで使う前提であれば突コーチを使う価値はあるステータスかなとは思うんですけど、まあ絶対に買いが利かないかって言われるとそうではないかなっていうのが、こういった評価に繋、えー、がっているかなというふうには思います。はい、ということで、以上今回のね、12選手を見 って言ったんですが最後に総括をして終わろうかなと思いますまず前提として現状まだスペリッツ4700の選手っていうのは限られているので、まあ、特に中継でまあ触れたところミコライオ選手とかカネヤンとか、まあ、中継で置けるっていうのはかなり大きいかなと思いますという前提ではあるんですが今回5選手をね、えー、特営評価という形にさせてもらいましたもちろん特営の選手の人数は非常に多いっていう特徴もあるんですけどまあ、今回全体的に評価が高いっていうラインナップになってるなっていう印象ですね一番低くても B 1> が1人そそれ以以外はもう全員 A 以上っっってていう形にななるのでそこはやっぱ一番のでこやぱ番魅力かなと思ってますとただ、その一方で、絶対に替えが効かないかっていう面で考えると、そこまでではないのも事実だと思うんですよね。例えば、12球団オーダーで見たら、やっぱ、ライト高橋義信さんっていうところだったり、まあ、実は今回、アーティスト広角っていうところの選手は、まあ、出てなかったりとか、投手で見たら、それこそ藤川球児さんみたいな、唯一無二だよねっていう能力を持ってる選手っていうのは、あまり多くはない。まあ、山本浩二さん が、c といえばレフト1 0 b のパーク広角っていうところとか。まあ、王さんのファースト1 0 b とかっていうラインではあるかなと思うんですけど、まあ絶対にそこのポジション、その人しかダメだよね。っていうか、もう一興だよね。みたいな選手は出てないっていうのは事実だと思うんですよね。なので、まあ、今後ね。その選手たちが出てくる可能性があることを考えると、普段リアタイしかやってないよ。っていうユーザーであれば、まあ、今回累計だけで撤退っていうのも十分な選択肢にはなってくるのかなという風には思います。ただ、リーグ勢の人とかリーグとリアタイ両方やってるよ。っていう人にとってはかなり全体的に。 今回のラインナップって魅力的に映ってると思うしまあ、それは事実だと思うのでガチャ引くなりランキング走るなりする価値は大いにあるかなと思いますただランキングはね本当に私立になりそうですよねなんで走る人はそれなりの覚悟を持っていかないといけないと思いますしぜひ余裕を持ってね最終日を迎えることをお勧めしたいなと思います はい。ということで、以上、今回は OB 大ち弾全選手能力徹底評価やっていったんですけども、いかがだったでしょうかまあ、OB は本当に評価が難しい。特に今回新しくね、出てきた選手なんかもいるし、まあ、なおさらね、こう、難しい部分もあったりするんですけど、まあ、でも初登場の選手が出てきてくれるとね、やっぱりより新鮮な気持ちで評価もできるし、まあ、皆さんもね、より評価が気になるところだったりもするんじゃないかなと思うんで、今後のね、OB2 <あ>段以降にも期待したいなというふうに思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひとも今度画少しでも参考になったより OB 大1弾理解できたという人は、こいよろ よろししくお願いします、まあ、まだまだね、ここからもオーいだいちゃんの動画出していきたいと思いますんで、ぜひここからの動画もお楽しみにしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました